ちょっとねめっちゃ引っ張りすぎて、本当は発売っていうか、情報解禁と同時に出さなければいけないんですよ、開封レビューっていうのは。開封レビューアーとしては、いやそれは失格なんですけど、ちょっとだいぶ時間経ってしまったんですけど、今日はこれをここでじゃんと。いきますよ、いきなりもうスルーされたチャカチャカいきます、ダダンと。このさ、これロゴで分かります？これで、あ、もうここに書いてあるから、ここでじゃん。これさ、私に話しかけるタイプ？そうだよ。あ、そうなの？はい、なんかさ、誰に話しかけ、何、見てる人にこう訴え、対話型開封動画っていう。その割に私の喋ったことに何も反応しないからあ、違うんだと思って。あ、それは、よくポッドキャストでも、松尾さんの言うことをスルーしてますねって指摘されます。あの、テッパってて聞いてないだけなんです。あ、そうなの。はい、ということで、今日はこの、わかります、このメーカー知ってます？なんか見たことある、ここ。いや、マイクのやつです。そうロードの NTH100 っていう、そのロードって、そう、よくご存知の今使ってる、このワイヤレス GO2 も、このピンマイクもこのロード製で、基本的にマイクでまあ有名なというか、マイクのメーカーなんですよ。はい、大丈夫、ここなんかあの急に盛り上がる。一応で今日もこの室内結構響くし、開封撮る絵的な環境はいいんだけど、ライティングの環境はいいんだけど、多分声が難しいなと思ったから、このピンマイク持ってきたんですけど、でロードといえば高品質なマイクを低価格でみたいな、あのプロも使うぐらいの、プロも実際使ってるんですけど、プロが使うグレードのマイクを結構個人とか素人でも手が届きやすいレベルで提供するっていうのがあのロードの会社なんだけど、そこがなんとででんと、ヘッドホンですよ。ヘッドホン作ったんですよ。でこれをなんかロードから、送ってもらった。え、いいな、いいっしょ、一緒ロードでだジャンと。だ、まずもういきなり開けて、実際ちょっと使ってるんですけど、実際には入ってるものは、本体、ケーブル、あとはあと、まあこんな感じなんですけど、このケーブルがね、またいきなり長くて、これ伝わりにくいんですけど、この柔らかい感じがめっちゃいいの、このケーブルの質感めっちゃいいんですよ。はい、このね、どう分かります、この柔らかさ、ピント合ってますか？ピントね、顔に合ってるよね。どうこれ。あ、来た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 、この柔らかい感じがすごいんですよ。で先っぽは、まあ、あのヘッドホンにつける側が普通のピンマイクで、こっち側は、まあ、標準の 3.5 ミリと、あの標準フォンジャックって呼ばれてるでかいフォンに切り替えるアダプターがついてるっていう。なるほど。で、まあいざ本体、いきます。はい、いいですか。はい、ででん、これね、顔に来ちゃう、顔に来ちゃうはい、どうですかこれ。いいですね。とロードが作った初めてのヘッドホンみたいな感じ。なんかモニタリングヘッドホンって言って、その音楽鑑賞っていうよりは、音楽鑑賞にもいいんだけど、そのポッドキャスト作るとか、動画編集するとか、音楽作るとか、そういう正確に音を聞く方に、よりなんかそんだけ性能がいいっていうか、いうヘッドホンですね。はい、で、あとこの巾着袋の中には、なんかロード製の、乾燥剤、あとこれ系ね、これもすごいよくできてて、この色のピンが入ってるの分かります？はい、これはスタジオとかで、この複数これを使う人がいるときに、ちゃんとここの、ところに色分けの、カラーのこの、なんつうの、これでさ、これをつけとくんですよ、ここに多分こういうところに、こういう感じでつけておくと、ここでほら、スタジオとかだといっぱい置くじゃん、4個とか5個とか4人分とか、したらあのネズミさんはこのオレンジでお願いしますとか、あのなんとかさんはブルーでお願いしますって分かるじゃん、ヘッドホン。そういうよ、だって4人でポッドキャスト撮影しようと思ったら、4個これ必要なわけじゃん、モニターするときに、そういうときにちゃんと色分けできるようの、あの
色を忘れちゃうかも。そうそう、色をそれはその時その時でいいんじゃないですか、つけられるっていう、そういうアクセサリーがついてます。で、うん、まあ、ちょっとねヘッドホン、あ、一応こう紹介しておくと、うん、このヘッドホンはデザインはまあなんか結構デザイン僕すごい気に入ってるんですけど、うん、すごいコンパクトでヘッドの部分が、うん、で、ちょっとこう不思議な三角っぽい、うん、おにぎりっぽい形してるんですよ、うん、非常にコンパクトな、うん、でここに左右にここに LR のマークが書いてますけど、はい、左と右両方にこう、うん、ヘッドホンの穴がついてて、うん、好きな方に挿して、うん、あのケーブルをだからこのヘッドホンするときに、うん、こうどっちからケーブル出したいかっていう、こっちから出したい人、うん、こっちから出したい人って、うん、結構好みとかあとその設置するなんていう部屋の用って違うじゃないですか、うん、どっちに機材があるかとかが、だからこれをこれを変えられるの、うん、右左に、うんうん、っていう、何せ、うん、僕はこれ音はあで一応1週間ぐらい使ったんですよ、うん、1週間ぐらい送ってもらって、で音に関してはまあ非常に好みがあるから、でこのポッドキャストじゃない YouTube で伝えるの非常に難しいんですけど、あの、うん、派手さはない、うん、あのめちゃくちゃストレートって感じ、うん、で解像度感がすごい高いから、うん、本当モニタリング向けって感じで、うんうん、あのこう置いた方がいい、うん、あのねやっぱり本当に正確な音を聞くっていうのに特化してる気がする、うん、実際それをすごい歌ってて、うん、めっちゃその正確に、解像度の高い音を出せるっていうのが、まあ、これのなんかヘッドホンのコンセプトになってるんです、うん、だからなんかすごい低音がすごい豊富で音楽聴いててめっちゃ楽しいとか、うん、なんかそういう味付けはあんまなくて、うんうん、すごいいい音はよく聞こえるし、うんうん、悪いやつは悪く聞こえるみたいな、ヘッドモニタリングヘッドホン特性がすごい高い。なるほど。なんでその娯楽ヘッドホンとしても全然使えるんだけど、うん、元の音が良ければ全然使えるんだけど、うん、あのその味付けはないよっていうのはちょっと言っておきたい。なるほどね、聞いてみたいわ。そうそう、でもすごいね、うん、個人的にはいい、うんうん、で音はまあ結構好みがあるんで、多分実際に聞いてもらった、はい、なんか店頭とかで聞いて、うん、できるだけ判断した方がいいと思うんですけど、このロードがすごいなと思ったのは、このヘッドホンってさ、やっぱ基本音を良くすることにみんな注力するんだけど、うん、このデザインっていうか、うん、装着感にめっちゃこだわってるの、でそれがめちゃくちゃ良くて、でまずいきなり最初まず感動したのが、このバンドあるじゃないですか、はい、よくこうヘッドホンって僕とか頭でかいからさ、うん、これ一番でかくするんだけど、ここがさ調整がさ、うん、自分でベストの調整したいじゃないですか、はいはい、でもなんかこう普通こうビョンビョン変わるじゃないですか、うん、こうなんとこれここをクッてこう回すと、うん、こう分かる、ここでここで、うん、普段こうなってて、うん、こうやって動かせるんだけど、はい、気に入った場所見つけたらこれでクッて回すとロックできるの、これめっちゃ今までありそうでなかったっていうか、うん、これロックすると、うん、もうこれで絶対この固定で動かないから、うん、スッてつけて、うん、常に自分のその最適なポジションが維持できるっていう、うん、なんかいじられちゃうとさ、うん、あ、なんかせっかく調整したのにみたいな、あ、なるほど、ね、長さとかさ、うん、あるじゃん、それがないっていう、へ、それがね、いや、これこういうね、うん、ところになんか意識があるのがめっちゃいいのと、うん、あとこの素材、うん、この質感が、うん、このなんかあのメモリーフォームみたいなやつなんだけど、うん、この素材があのアルカンターラって言ってスープラの座席とかにも使われてる、うん、あの人工革みたいなやつなんだけど、このアルカンターラもめっちゃ質感いい。おー、本当だ、あの車のシート、そうそうそう、車のシートでしょ、うん、車のシートと同じ高級な車のシートとかに使う素材使ってるんです、うん、でそれがいいのと、うん、でさらに、うん、これメモリーフォームなんですけど、うん、この中になんかあのクーリングなんジェルみたいなの入ってるらしくて、どこに、この中が、このフォームが、うん、このふわふわしてるやつが、素材にね、素材がなんかクーリング、うん、クーリングジェルで作ってるメモリーフォームらしいんですよ、うん、でなんでかっていうと、こうつけてて、うん、ヘッドホンってさ一番辛いのってつけててすげえ蒸れるじゃないですか、うんうん、ここが、でこれはなんかそのクーリングフォームつけてるから、うん、実際今つけててもてなんかこのひんやり感があるっていう、うん、装着感が、うんうんうん、でずっとつけてて、うん、全然その蒸れない、う
それはもう如実に分かる、うん、なんかこの間も1日つけてみたんですよ、うん、会議で1日ビデオ会議とかするとき、うん、もう大体やっぱりヘッドホンはクローズイヤーだから完全に耳をこう塞いじゃうタイプのヘッドホンは、うん、やっぱ2時間つけてるとだんだんここが蒸れてきてなんかこういう感じになってくるんだけど、うん、これすごい楽、なんかもう装着感が本当にめちゃくちゃいい、うん、っていうのでそのここがロックできるとか、うん、質感がいいとか、うん、ひんやりしてるとかその音以上にでデザインかっこよくない、ちょっとここもすごくない、ここも同じなんですよね、だここもメモリフォームで柔らかくなってて、うんうんうん、だからなんかそこが ね、めっちゃよくできてる、うんうん、触してなんか ここも上の方もこうこれね、うん、全体が高級感あるんですよ、うん、なかなか、うーん、これがねすげえ気に入りました、うんうん、なんかヘッドホンね、ヘッドホンやっぱみんなどうしても音にこだわっちゃうけど、うん、ここまでなんか快適な装着感にこだわったのすごいなと思って、うんうん、なんかそこをすごい売りにしてて、うん、あ分かってる分かってると思って、うん、感動したっていう製品が届いたんですよ、うんうん、熱い急に熱いんですけどここで、うん、これがあまりにもいいから、開封動画撮りたかったんですけど、うん、もう発売が過ぎてもう3日前ぐらいに確か発表されてる、4日前もうこの動画出る頃に4日前ぐらいに出てるから、なるほど、すでに日本でももう買えるのかな、なんかじゃあいいじゃない、うん、そうそうそう、ちょうどでも発表から発売少し時間があるから、はい、Amazon でねちょっとそうそうメモもらってたんだ、うん、どれどれ、お確かに、うん、なるほど、あれこれノイズキャンセリングもあんの、ノイズキャンセリングは、アクティブなのは入ってなくて、うん、ただ密閉度が高いから、うん、多分相当外の音は密閉されるけど、確かにアクティブノイズキャンセルは入ってない、外の音を引いてノイズキャンセルとかはしない、うん、あひんやりするでしょ、全然違うじゃん装着感が、逆に冷たい、うん、だって最初冷たいぐらいじゃないと、うん、冷たい、それ1時間2時間してたらその熱こもっていっちゃう、あびっくりしちゃった、私さ、あ本当だ、冷えピタシート的な、うん、冷えピタシートだ、そうびっくり今いいしょ、なんかさ、うん、もう私10秒か20秒でもうなんつうの、ムラムこうムラムラするムラムラやばいやばい違うムレムレする、ムレムレなんかムワーンってする、ムシムシするムシムシする、はい、そうムシムシなんかこう分からないけど、うん、なんかじとじとする、はいはいはい、うん、それが合ってる、じとじとするんだけど、これさあれだね、いいっしょ、やればやるたびあ冷たい、うん、あ冷えピタみたいでしょ、それが一番びっくりした、うん、おお、だから長時間つけてても全然蒸れないし、うん、なんか触り心地もすごいいいから疲れないっていうのに、うん、やっぱほらスタジオで朝から晩までずっとつけてないといけない人とかに、とかポッドキャストの編集とかさ、もう我々長いじゃないですか、2時間とかのやつ編集しないといけないじゃないですか、そういう時につけてると快適っていうのですごい理にかなってんですよ、で音がいいのは当たり前なんだけど、その上にさらにその装着感の良さっていうか、あとそのさっきの長さコントロールできるとか、うん、あと地味にケーブルがどっちからさせるかっていうのもすごい重要、なんかこっち側が好き人、ね、こっち側が好きな人とかいっぱいいるから、うん、ああでもぶっちゃけ正直なこと言っていい？いいですよ、どうぞ、いいですか？別にひんやりはすごい、ひんやりはすごいんだけど、うん、装着感は私はちょっと苦ダメかも、なんかね一部のどっかこめかみなんつうの、ここか顎のところとなんかどっかの一部がギュッてなんか押され、多分長さを調整してないで、うん、俺の長さでやってるからこう下になっちゃってるんだと、うん、ロック解除しないと、いやでもねそういう問題ではないな、いやいや貸してみな、うん、ここのねなんかどこだろう、耳のここを押される、ここ動かせるから、うん、どうかな、それで短くした方がいいと思う、短いところから調整する、うん、まだマシになったけど、うん、まだマシになったね、なんかね、あここにやっぱ空洞があるね、ちょっとね、
なんかフィット感がないから、あるところのこうところに集中してツボで痛くなるっていうか、あの顔の形にあれによるんじゃない、なんかあのね、それいいポイントで、僕最初の装着した時にその感覚あったから、それを言ってくれたのすごいありがたいんだけど、ここにさ多分特に女性とかこのなんつうんだろう、耳の下の首筋のところにこうなんつうんだろう、空洞なのよ、空洞なんつうの、空きがあるの見えるここほら。ここじゃあ全然自撮りしてないから誰にも伝わらないから、僕が着付けた方がいいんじゃないですか。いやだからね、その女性の方がさちょっとここにさあの シェイプされてるっていうかさ、首のここのなんかネズミさんここのこと言ってる、あそこそもっと下、ここ、耳の下耳の下ここら辺ね、そこ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 、ね、そこ、そこがあのなんつうんだろう、空洞だから、私でさえここ空洞だから、もっとあのシャープな人とかさ、よりそこに空洞があってなんかバランスが悪いというか、ここでしょ、そこそこそこ、まあ、僕もあるよ、えここにあるよ、なんか、これすごいこうちっちゃいんですよ、他の普通のヘッドホンよりも、結構ここの接地面積がちっちゃくて、なんかもっと、快適なやつって結構でかくて、ふわってこう周りをやるんだけど、そうだね、これなんか耳のサイズに、の一回り二回りぐらいしかなくて、僕とかでもこう耳がこう、ぴったりぐらいなんですよ。あちゃんとそれなんか耳の形にしてんだ、それ合わないと辛いね。いやそう思うじゃん、で僕も最初、初見つけた時硬いなって感じだったの、当たりが硬くて、そう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 、でこれなんか長時間つけたくないなと思ってたんだけど、どうその後あの1週間ぐらい使ってるんですけど、それはもう本当にあのもう 1日長時間つけたら印象変わった、あじゃあやっぱり今一瞬でつけた感覚と確かにね、あの逆にふわっとしてすごいつけ心地いいなこれって言ってつけてるとだんだんなんかつけ、ね、違うでしょ、違ってくるね、まあだからあれなのかもね、そこは、もちろんその別に僕もあの好みでもあるし、あの相性もあるから、結局そこは実際つけてみないと分かんないけど、初見のつけた感じは俺も硬いと思ったの、まず硬い、なんか硬いのが、ちっちゃいのが硬いなと思って、あこれ大丈夫かなって思ったけど、それは一回長くつけたら、もうなんか納得した、あこっちの方が楽なんだと、あ分かった、ここの軟骨なんか耳の軟骨になんかうまい具合にグッと押されて、いや耳を全部この中入れなきゃいけないんだよ、あそうなのか、そうだよ、あの上に乗っけちゃダメだよ、中に全部入れないと、入る、入る入る、ああ、耳がその部屋の中に入るよ、あそういうことね、そういうことで、あ本当だ、あ入った入った、あそういうことね、あフィットしたなんだよなんだよ、耳がはみ出てた、大丈夫そのレビューアーとしてだからそうだ、でもさスッと入れこう意識して入れないとさ、だからちっちゃいんですよ、イヤーカップがちっちゃいのはそれを最適化されてるの、あでもその、 あの2点痛いって言ったじゃん、1点は解消された今ので、もう1点はやっぱりここ痛い、ここの、顎のなんていうのこうこめかみの下のところがギュッと押される、それはまあ改善できないね、まあだからそれはあれじゃない、あでか今また伸ばしちゃったからね、ちょっと一回もう一回ちゃんとフィッティングした方がいいと思う、あでもその2点の1点は今解消された、痛えなと思って、短い状態で耳きちんと入れて、で長さをちょっと伸ばすひゅって、ああ確かにね、あさっきよりかよくない、でか僕の長さでやっちゃうと、形がこう当たる形が下に当たっちゃうから、あ本当だ、ね、ああよくなった大丈夫この2点3点信憑性がないというか、なんかしかも俺が必死になんかあの肯定してる人みたいな、ちょっと中の人みたいな、でもやっぱりグッと押されるよね、痛みよりその痛いところがまあちょっとあの和らいだぐらいで、だ圧力があるってことでしょ、ある、それはわかるよ、でもそれないとずれちゃうからね、まあね、あ僕はあの何度も言うように、最初のインプレッションは硬いのと、結構ちっちゃいから圧力が感じるんだよ、でかいやつはで接地面がでかくてでかいやつは分散されるから、なんか当たりがいいんだけど、最初の長く使ってる時に結構蒸れるんだけど、ここの骨に当たるね、
ここのこと言ってますか、うん、そこ、うん、はい、そこに当たるなと思ってグッと。でも、うん、あの長時間つけてから多分言った方がいいですよこれ、うん、だから最初のインプレッションを言って、うん、だからそれをどうなるかをみんなも気にしてくださいってこと、はい、正直な意見だってこれ最初の初見じゃないの。まあいいですけど。いいでしょ。じゃあなんかこれネズミさんにちょっとしばらく使わせて、うんうん、なんかまた1週間後ぐらいにコメントもらうようにしますか、うん、あ、そっか。だってじゃなきゃここまで言っちゃったら。そうだね。あのこれで後でさ、うん、お全然大丈夫でしたって言ったのをさ、うん、伝えなかったらいけないじゃないですか。もうよかったら言うよ、うん、偉そう。よくなかったら黙っとくよ。確かに、うん、そう。でも、うん、まあ、あの分かりますよ。あの結構、うん、初見が本当に硬く感じるんで、うん、圧力ちっちゃいし、うん、ちょっと圧力固めっていうかここも固めだから、うん、あの暑いんだけど、まあ、確かに耳が収納できるのはいいかもしれない。確か耳収納みんなそうだよ。え、嘘、うん、耳収納できる、うん、え、こんな丸くてさ、ほわ、え、私、あ、そういうことなのかな。耳入る。違う違う、オーバーイヤーってやつもあって、 あなたは多分言ってるのはあの坊主の昔使ってたそうノイズ、あの QC35 とか、あれはなんかここに乗っけるタイプ。そう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 、あれそれは両方あるんですよ、うん、この全部かぶせるタイプと書いてあるね、ここにね、オーバーイヤーって。そう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 、なるほど、ね、初めてかもさ、オーバーイヤーとやらは。いや、そんなことないと思う。本当に、うん、でも私さ、そうだからさ、耳の中、耳が痒くなって、そうそう、耳痒くなっちゃうんだよ、うん。いや、だからこれもうポッドキャストとか僕も長い収録をしてる。でも冷たいのはびっくりした時はめっちゃいいよ。冷たいのはいいんじゃない。でも大体そこの痛さよりもここの群れの方が気になってくるもんね。でずらさない、だってずらすずらす、うん、もうなんか耳たまにこう書いてるみたいな。そう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 、この横からこっからこうやって群れるからね、こうやってこう、ね、うん、汗かいちゃうから。そう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 、これはね相当でかいと思います、うん。つけ心地に関しては、うん、まあなんかネズミさんクレームついてますけど、うん、個人的には僕も似たような印象を最初持ったけど、うん、まあ1週間使ってみた印象は、うん、これは多分長く使った時に、うん、やっぱりメモリーフォームも一緒で、うん、最初の心地よさと1時間2時間とか使った時に楽かどうかって、ね、そうそうそう、全然違うから、ね、うん、僕はそれは計算されてるとは思ってる。そうだね、確かに、うん、ベッドとソファベッドと一緒かもしれないね。そうそうそう、最初柔らかいとわーってなるけど、うん、なんかずっと寝てると腰痛くなるみたいな感じだから。そうかもね。僕はすごいよくできてるなと思って、うん、めっちゃ気に入ってます。ただ、うん、音派手さほんとないんで、めっちゃなんかこうフラットっていうか、あのモニタリングヘッドホンも結構僕持ってるんですけど、うん、モニタリングヘッドホンの中でもやっぱり特性ってあって、うん、結構あ、これモニタリングなのに低音がちょっと熱いなとか、あの音楽普通に聴いてて楽しめるなってあるんだけど、うん、これは本当に正確みたいな、忠実みたいな感じで、なんかパッと聴いた時に何聴いても楽しいって感じではなくて、うん、なんかこう検査する感じ、あ、この音どうだろうみたいな、この音大丈夫だろう。なるほどね。なんかすごい音楽を楽しむっていうよりもこの声、あ、なんかその音質を確認するってことは、そうそうそう、なんか正しい音出てるかなとか、変なノイズが混じってないかなとかをなんか精密にチェックするための、うん、なんかこう顕微鏡みたいな感じ、うん、あのヘッドホンの顕微鏡みたいな感じ。なるほど、うん、わーって楽しめるっていう。ただもちろんそのエコライザーとか今時オーディオインターフェースとかパソコンでいろいろ調整できるから、それで自分で好きなようにもできるし、あさあ、私ソニーが一番好きなの、あの赤のがちょっと入ってるやつ。あ、うん、ようやく分かった。あのモニタリングのね。そう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 、モニタリングの話でしょ。 ST900 ね。そう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 、はいはいはい、だってその話でしょ。長原の時から、東京にいる時からずっと使ってたやつ。そう、長原って言うんじゃん。そうそうそう、あれあれあれモニタリングね、そう、はいはい、あれと比較してどうよって話よ。あれは定番中の定番のモニタリングヘッドホンで、うん、どのスタジオにもあるっていう。そうそう、そういうこと。まさかそれをゆるね、なんでだってモニタリングでしょ。はい、うん、よくあんな、だって最近使ってないじゃん全然。でも私あれが一番音は繊細で聞き取れるなっていうのがあるから、うん、あとはだって音楽用、なんか音楽を楽しむようじゃビーツとかさ、うんうん、まあ坊主はさノイズキャン、まあそうだけどさ ST900 900ST かな、900ST かな、あの、うん、
もうあの世界中の定番中の定番モニターヘッドホンのソニーのやつね、うん、あれと比較してどうですかっていう話を、はいはい、僕あれで、ね、うん、あれもあれはモニタリングヘッドホンとしてはすごいし、うん、あれ装着感めっちゃいいじゃないですか、そう、柔らかいじゃん、いや柔らかくてなんかもうほとんど設置してる感じがないっていう、あれは、うん、多分それもすごいよく考えられてて、うん、でめっちゃ丈夫だし、うん、何年も使えるから、あれは僕もなんだかんだ好きだけど、うん、音はねめっちゃいいかって言われると、うん、いろいろオーディオその後ヘッドホンを僕が使ってるじゃないですか、うん、そうするとなんかそんなめっちゃくちゃすげえいいかって言ったら最高峰ではないなって感じなんですよ、うん、ソニーのやつ、うん、あの時はすごい感動したんだよね、でもそっから僕いろいろ一応経験値を進化してからねるけど、なんか、うん、モニタリングヘッドホンとしてのバランスの良さはすごいわかるんだけど、うん、なんか最高の音かとか最高に精密な音が聞こえるかっていうと、うん、あんまそうじゃないかなと思ってて、うん、っていうかまだ上はあるかなと思ってて、なるほど、こっちの方が精密度高い気がする、うん、お、そうなんだ、うん、まあ、音の精密度新しいから ね、まあ、ね、へ、技術も新しいしね、だから、まあ、じゃあ聞いてみたい、あの、まあ、ソニーのやつは本当になんかもう結構意図的にガバガバしてて、してあんま当たりもなんないし、うん、あれもなんかある意味けてるだけ密閉度が少ないから、うん、長くつけても疲れないじゃん、うん、あれはすごいよくできてるし、音もまあよく聞こえるから、うん、いいとは思うんですけど、なんかそれに、まあ、確かにそれのライバルだね、うん、これはなんかその 新世代のモニタリングになれるかどうかみたいなところはあるかもしれない、うんうん、そうなんで、まあ、まあでもあとデザインがね、うん、個人的には結構気に入ったのと、うん、何度も言うようにひんやりフォームが結構気に入った、いや、ひんやりいいね、うんうん、ここはね、だってそんだけの圧力かけたらさ、ひんやりしないとやってらんないよ、うんうん、だからそのここのヘッドを止めれるのと、うん、ひんやりとっていうその長時間使うための、うん、なんて快適さをすごい研究した感は、うんうん、めっちゃ認めるっていうと上からですけど、うん、なんかそこがすごいなと思って、なかなかありそうでない、うん、そういうところをなんか追求するって、うん、やっぱ音が良ければいいじゃんとか性格だったらいいじゃんってなりがちだから、そこを追求してるのはなんかロードの目の付けどころすごいなと思って感動しました、ね、うん、おい、あの NTH100 これすごいね、パッケージかわいいね、パッケージもよくできてるよ、うんうん、おしゃれですよね、あとこのこういうね、なんかこの色つけるやつとか、うん、だからね、一応今ねメッセージもらってたんですけど、日本では、うん、予約は開始となってるんだけど、正式な発売日は4月の12日だからちょうどよかった、これレビューはあの早すぎなかった、むしろちょうどいいタイミングでした、うん、あ、そうですか、今予約はもう始まっていて普通に Amazon とかでも買い始めるらしいんですけど、出荷は4月の12日間らしいです、うん、はい、はい、ということで今日はこのロードの NTH100、うん、この開封大丈夫、こんだけ開封時にめっちゃやり合ってるっていうもうちょっとリアルな開封の様子、いや私さ結構ほら、開封動画、これ知らないけどこういうんじゃないけど、いろいろ開封動画とか見てて、あ、物申したかったな、物申したいってわけじゃないけど、自分が聞きたいことを言っただけ、あ、そう、うん、じゃあちょっとこのどうなんだろう、分かんないけど、うん、なんかお役に立てるかどうかは分かんないんですけど、別にね、いいんじゃんと思って、うん、なんか正直な、あれ、いや別にいいですよ、ね、その別に悪いところを悪いっていうのは全然いいんだけど、うん、あ、案件なの、案件じゃない案件ないよ別に急に案件感出して、うん、ただいいんじゃないと思って、ただなんか、うん、今回のところに関しては、うん、僕も最初そう思ったけど、うん、結構考えが長く使ってたら、うん、長くっていうかちょっと長時間使ってるうちに印象が変わったところだったから、うん、なんかそこは変わったっていうのを言いたいのと、うん、ネズミさんにちょっと使わせてみて、うん、意見が変わるかどうかはちょっとこの散財小説で、うん、もしあの変わったら後日レポートしてもらおうかなと、ただ私かなりのハードルが高い低い、オールサイモンね、あ、なんかそういうところに関してね、快適性に関して、まあ、違う違う、だからさ、あれヘッドホンをさ使わないのよ、相当嫌いだもんね、うんうん、だからもうそのもうだからつけて、そのそれもちょっとヘッドホンもさ、うん、イヤホンもさ、うん、イヤホンもさ全部嫌いだもん、ね、うん、もうの放し何か
パンツ履きたくない人みたいな感じで、違うそれはなんかちょっとでもここになんかあったら嫌なんでしょ。嫌なの、うん、嫌っていうか、だからかぶれちゃうからなんか痒くなってくるのね、耳がね、うん、だからもうてんなんか普通にあのなんだっけあれビオサウンドのやつとかを流すみたいなね、うん、もう小声でも小声なんか小さくてもいいの、小さいところでこうなんかくっつけて聞くとか、だから耳になんか聞くとかしないから、そうそう、だからちょっと今の発言はそれを踏まえてちょっと考えてくださいってことでそう別にそのフォローじゃないけど、あ本当に、うん、まあでもちょっと使ってみてよ、せっかくだから。そうだね、ちょっとあの一回ポッドキャスト編集するとかさ。あ確かに、なんか多分ね、あポッドキャストの時は使うわ。そうそうそう、あ使ってたわ、あ使ってた使ってた。いやなんか2、3時間使ってみてやると印象全然変わると思うから、うんうん、まあ、変わるか変わんないかが気になるから。そうだ、ポッドキャストの編集使ってんじゃん、全然じゃないじゃん、うん、音楽は聞かないけどポッドキャストの編集の時だけ使ってますよ。あれイヤポッツじゃん、有線のイヤポッツ使ってんじゃん。本当だね、あれすら耳が痒くなるな、うん、あでなんつでででって言ってたけど、こ結構あの前ちょっと前まではヘッドホンでやってたよ。あそう、うん、まあ、じゃあちょっと今回のこれをネズミさんに使ってもらって、はい、うん、まあ、もし何かいい悪いあれば意見いただければ、うん、またちょっと、うん、フォローしてください。はい、いや良かったですよ、このなんか、うん、この開封をずっとやりなきゃって毎日思いながら、なんか結構今週めっちゃ忙しくてなんかできねえできねえと思って昨日できないって言ってたね。そうそうそう、うん、この場がねなかなか、なんかだって昨日とかさ、うん、なんかもうここ人増えすぎちゃってさ、すごかったね、ちょうど12年来ちゃったから、みんなご飯とか食べ始めてるからさ、うん、なかなかここも使えなくなってきましたよ。いやでも今全然じゃん、今日金曜日だからだよ、うん、だからみんな出社してないんですよね。だから月曜日とか月火水があれだね、うん、これ開け方ミスったかな、これこうなって、うん、あでもいいのか、何あいいんだった、ああるよやっぱほら、何が何が、あここにやだ、こちゃんと外壁があった、こういう箱でした、うん、じゃん、あそうなんだ、うん、こんな感じです、すごいね、後から見せるパターン、はい、 Yeah, it's such a clap